思い立ったが吉日シリーズと、私の中でなりつつありますブルグミラー作曲の25の練習曲オーパス100より第4番小さな周回を、楽曲解析和声解析に主眼を置きたいと思っていますがやってみたいと思います。現代は、フランス語でラプティテ・レウニオンと多分フランス語で出版された楽譜だと思います。パリに住んでいたブルグミュラーさんとのことです。まあこちらの楽譜ウィーン原典版この表紙の色でお分かりになられますですかね。ここまで見えるかウィーナーはテクストエディションにはご丁寧にドイツ語イムクライネンクライス英語とスモールギャザリングおしゃべりってことでしたっけで小さな集まりということで、はい、実に問題ないと思います。こちらの、解析を施していきたい楽譜は、毎回ご紹介しますがでも大事なことですよね。えんじ色のこの楽譜はブルグミラー25の練習曲和音コードネーム付き便利ですとっても株式会社東音企画さんこちらの楽譜を使います。これが面白いのはスラーが2種類書かれているところが面白いところです。ただ残念ながらこの薄い字で書いてある方のスラーが原点の楽譜長い方のスラーというものは何者かによって改ざんが施されてしまったあまり好ましくないと思われるスラーですので、これってわざわざ私は消していくことでこの原点のスラーというものの、時に重要性が明るみになることがあります。この曲でどうか分かりませんがとにかくスラーについても勉強していかなければいけないブルグミュラー解析です。さあ調整判断に参りましょう。でももうこれはいいですね。簡単ですね。アチョウチョウセーズは大文字セーと書いてチョンチョンを小さめに書くことでこのセー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 がですね、大文字というふうにより見えるというちょっとした気をつけながら書いてるつもりです。でピアノという音量でソーラシドミファソー第5音ゴーという音でこれはまあ、ドミナントってこういう時言っていいのかな。単音のゴー、セドゥアのゴー、あ、ちょっと私の声低かった。ソー、これが、セドゥアのドーの音が主音だというのがもし頭の中にあったとして、それを想像してみてください。で、第5音から始まるっていうので、何が始まるんだろう。何なんだろう一体っていうふうに聞こえませんでしょうか。やっぱりこれドミナントっていう音楽性がこのたった1音5にあると言っていいんでしょうか、ね、5音から始まりますよで5音でまあこのスラーは消しましたがここでやっぱり5で止まっているわけです。左手でまあ呼びかけというか紙芝居始まりますよさあみんな寄ってらっしゃいみたいなすると右手の方で音ね何ってこうキャッ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 って集まってくるように私には見えるんですけれどいかがでしょう。3度難しいですよね。これは弾き方のコツについても触れようかな。私の勉強の仕方おすすめの勉強の仕方で指使いは3-5-2-4-1-3の連続で良いと思います。これはブルグミュラーさん作者が指定しているというかこうするといいよというでこのなんで線を書いたかというとこうすることでこの 1-2-3-4-5 本の指で使うポジションがここでひっくり返してですね 1-3 を 3-5 でこうまたぐわけですね。1-3をここでまたぐという意味でのこのポジションの書き方を私はすごく、おすすめしております。こうすることで
この手の収まりがいいというのかな、弾き方のコツです。で、和声的なことでこのデクレッシェンドもまさに、もうこの通りの音楽性として、この最後ドミ第1音と第3音というまさにトニカという音で終わってるということで、ここはこう全終止と、まあ、この最後のポジションでさらにこう落ち着くようにしてみようかな。はい、ファミレと何が始まるのっていう、この何っていうこのワクワク感は、このドレの第2音とレミファの第4音246の音、あ失礼、246和声解析法を私は、研究しております。246サブドミナント系の音にこのクレッシェンドマークをつけて、ここに、抑揚、盛り上がりを、見出す、書き出すという、これが、実用和声解析としていい演奏につながればいいなと願って、師匠クラスシルデ先生から、譲り受けた、あるいは、習ってきたものを私は一生懸命さらにそれを突き詰めているところです。ここまでだけでも弾いてみましょうか。第5音なんだろう、これだけ、いやー3度弾くの怖いですね。で、もう一回呼びかけがあるんですね。面白い話です。この場合ここでおしまいの、あーっと見えない、失礼、これをやっちゃうんですね私ね。面白い話です。ここに休符があるということで、ここのこの場合、この4小節目から5小節目にはこれおしまいという音楽性が左手にもあると言っていいでしょうか。だから全終止にはデクレッシェンドマークがセットというふうに考えましょう。右手は同じですよね。右手も左も別々にそれぞれ書く。右手は何何何何の人たちで、左手は面白い話があるよと呼びかけている人、男の人ですよね。このセーブっていうのは紙芝居のおじさん。そういう意味で、そうですね、ここに全終止と書いたなら、こちら2小節目っていうのは5で止まってると言っていいと思います。なぜならね、3小節目から新しいフレーズがはまってる、始まっているから。というわけで、この5を2小節目には左手は何かが始まるかもよ。まあ半周詩の呼びかけというふうに、そんなつもりで弾いてみるといいんじゃないでしょうか。ですね。そしてここ、これ私事前に消しておきましたが、この最後のとスタッカートがないんですね。この楽譜には書いてあったんですけど、こちら、ちらっとウィーン原点版は原点資料として私は一番今信頼を持って確認したいと思っておりますね。ついてないんです、これ。全周詞の音にスタッカートはいらないんですね。こちらの版残念ながら書いてありましたけど、そうなんです、これこれ短いとおしまいにあんまり聞こえないのかしら。おしまい、四分音符ちょっとおしまいだよっていう、始まるよ、到着したよってこう聞こえるといいんですかね。フォルテで次ね、なんかいきなりフォルテですね。いきなり何なんだろう、一体何なんだろうの気持ちは、この6の和音ってことでいいですか。5小節目の3拍目、6の和音、サブドミナント系の和音になるわけです。で、ファドレ、下から見るとファが第4音、レが第2音、右手にも246があって、サブドミナント、サブドミナント2つきましたね。で、ソ、このもう5の和音、5両端の声部にね、5がちょうどまぶされて、ここで終わっちゃってますよね。フェルマート、
っていうことで、ここはもう完全にハテナ半周詩という音楽性が見えるでしょう。分かりやすいと思います。だけどそうですね、どんなお話なのかな。あら、ワクワクしてきません。どんな話が始まるのかなという、こういうふうにしてみるといいのかなと思いますが、音を出した方がいいんですよね。あー、3度弾くの怖い。最初からいきましょう。ピアノで全集して、どんなお話なのかな。一瞬このフェルマータの前で半周詩、ちょっとインテンポじゃないかもしれない、私の弾き方だけど、どんなお話なのかな。この期待感っていうものが、このフェルマータ、フェルマータの前ちょっとリタルランドしてもいいという話もあります。インテンポで全部いくのも、それはお好きなように。どうぞ。どんな話か、じゃ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 ん。ああ、3度だらけの、難しいですね、ピアノ弾くのなんちゃって。スポルツハートで、のがいいんですけど、こんな感じの曲、セドゥアですね。セドゥア、あれ、今気づいたんですが、この曲は転調一個もないんだ。はい、まあわざわざ私の A型気質が炸裂というか、この最初の私の楽譜はちょっとこちらね、2ページ丸々見開き使って、贅沢にスペースがあるので、4段全部セドゥアと書いて、 A 型気質は次5段目このまあ後半部分も、これもこれセドゥアでいいです。はい、後半2段目んで、後半のこの再現部という言葉を私つい使いたくなる。これだってもちろんセドゥアでいい。これで最後の段、ここもセドゥア。はい、調整判断、調整解析、おしまいです。完了。まあうん、そういうことも知っておくといいと思います。一つの勉強が今完了しました。この瞬間、皆様も楽譜に全部書きましたか。お勉強終了です。一つだけ調整に関して、セドゥアだということがよくね、分かっておいた上で、ミレドドレミ第3音のこの、メロディーですね。第3音というのは、かっ、あ、見えないか、これは第3話カッコしてこう矢印上っていうのもちょっと勉強のため書いてみましょう。何かというと、第3音っていうのは正確音っていう名前が付けられてる音です。第3音と第6音が正確音。これこのドレミの音で、このお話が楽しい蝶々の話だっていうことが分かる音なんです。ちょっと調理作っててごめんなさいですが、これもしすると、なんか悲しげに聞こえちゃいません？これは単三度の音にすると単調ね、悲しいお話、長三度で楽しい蝶々のお話、楽しいお話の始まりだよということね、たったこれだけのことですけれど、音楽の勉強解析でございます。音の意味をさあ錬磨していきましょう。スラーも、まあこれは、まあ、原点のスラー、やっぱり私はいいと思う。なんでここでこんな長くして、ノシラーソドミソで全集詩っていうふうに見えちゃいますよね。これこれ、この濃く書いてある方の、それあえて書いてみましょう。これおしまいだけどまだ続く、なんかこれは私は本当に必要がないと、もう今日で4回目のブルグミュラーですが、本当にまだフレーズは続くんです。お話がもういきなりおしまいになっちゃったらおかしいの、おかしいというか、それよりなんでブルグミュラーさんこうやって1、2、
2泊ずつ、3泊目4泊目と、この2泊ずつのこういうスラを原点版では書いているそうです。作曲者はこれを意図している。何かって言ったら、まあ最初スフォルツァートの、まあドミソのトニカの音があった。スフォルツァートでデクレッシェンド、あるいはアクセントと、どっちでとってもいいんですけれど、でピアノちょっと静かに、静かにですよね。ピアノっていうのはイタリア語で正確に訳すと、ピアノは静かに小さいとか弱くと言ってはいけないんです、本来。これがね、小学校でフォルテ強い、これはいいんです。その反対語としてピアノ弱いって今日学校で教えちゃってるんですか。これはね、私いつかモンスターペアレンツになってね、学校にどなり込みに行っちゃったらどうしよう。私、ピアノは弱いではない、ピアノは静かというのが正しいんです、どうして間違ったことを教えてるんですか、とか、間違ったことこだわりますと、専門家として、芸術家、音楽家として、ピアノは静か、ついピアノについて喋っちゃいました。静かに、この原点のスラーが何を意味しているか、ファラノの4の音、4の和音、サブドミナントっていう、このね、246和声解析法の、この盛り上がりのある音だけど、減衰しろって言ってるんですよね。減衰しながらも気持ちは盛り上がる。矛盾しちゃいましたね。なので、括弧。だから、もちろん作曲者の指示を一番に尊重しつつも、減衰しながらもサブドミナント、なんて素敵なお話なんだろうと、ね、そういう音楽と思っていただくのはどうでしょう。楽しいお話、どんなお話なんだろうっていう、それだけのことですが、まあ、サブドミナントの幸せ感、ピアノで、そういうふうに、はい、読み取ってみました。ここの、まあ、ソミファソファミ、まあ、長く一つでも別に構わないですが、まあ、トニカ、トニカ、トニカっていう、そういう和声感をこの2拍ごとに、まあ軽く軽く感じてあげるというのもいいんじゃないかと。先行きましょう。ラドミ、ラが第6音、ラ、そう、おっと、ちょっと1個見つけちゃった。はい、このスラ、これはいらないんだ。ウィーン原点版で確認しますと、そうなんですよね、ここ。あまり余計なスラーはいらない。そうすることで、このスラーでラの音が強調され、このレ第2音、このサブドミナントが2つ続いて、ドミナントで止まる、これはまあ半周止というふうにも言っていいと思いますが、はてなー、やりましたよね、冒頭で。ドラシのミファはてなみたいな、これと似てると言ってよいかな。とにかくスラーがあると、この第2音、ここをあまり感じられなくなってしまう。この長すぎるスラーは和声感を邪魔するというふうに、だんだんそういう言葉で説明して良い気がしてきました。むやみに長くて、この例の音を、感じられない。で、こちらのスラーですが、抽象説明、これは原点と一緒なんですね。ちら、ウィーン原点版だより。これは3拍目までかかってるスラー。で、ファーミー、この4拍目だけが、ちょっと今までとスラーの形違いますよね。こう見ることで、このファーミー、これが、ちょっとアウフタクトっぽく見えるというふうに私は考えてみました。まあ、この長すぎるスラーといっぱい悪口言ってる、これも悪くはなさそうだけど、ちょっと気をつけた方がいい。このね、ちょっとアウフタクトっぽくなって、ファミーやった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 、このね、スタッカート難しいですね。でも、あと指使いもぜひこの通りやってみるといいと思います。で、タタ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 タ
ですよね。これはいずれ、いきなり弾くの怖い。ベートーベン3番のソナタありますね。これも一つの名曲だと思います。ブルクミュラーさん絶対知ってたはず。自分でも弾いたでしょうきっと。それを準備するためのこのね、今のはベートーベンは 1,2,5 の音、指で 1,2,5 でずっと同じ、ここでちょっと変わるか、とにかくこの同じ音でタタタタタ登っていく 2,4,2,4,2,4,2,4 の練習はこれはしておいた方がいいという、はい、余談というか、でも大事な余談、余談じゃないな、本題ですね。これはベートーベンに通ずるという大事なお話でした。ファミレミファソラ、このアフタクトもファ4音とレ第2音ということで、ちょっとこのアフタクト頭も大事にしてみると面白いかな。ファミサー、登るぞ登るぞということで、でまあこの8分音符でどんどん続くから、ここに半周詞とか、これおしまいの音全周詞とか、そう考えない方がいいですね。こういいと思います。音楽がどん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 この右手のフレーズは進んでいく。あまり終止形を考えるところは今のところまだないさそうですね。はいはい、そう言っていいかな。もう同じですね。第3音サブドミナントですらは、まあはい、消して、せっかくだから消してみて、同じですね。おういきなりフォルテと来るので良いんですよね。これももうザサブドミナント、4の音、ソプラノメロディーも4の音で、5の和音で1の和音ですね。もうサブドミナント、あドミナントでドミナントトニカと、ドミナントトニカってセットに現れた時には、私はこれ減衰マークを書きます。それはすなわち全周詞、あここカメラ映ってますか、映ってますね、大丈夫、全周詞というのと同じ意味であると言っても良いでしょうか。まあ、とにかくこうしてこの ASDT と連続でくると、カデンツ、物語です、なのです、もう一発もう一回全周詞があるとね、ちょっとなんかね、みんなで言ってます、少人数で言いますみたいな、なんかちょっとキャラクターが違う人が喋ってるように、落語みたいにね、いろんな登場人物を想像しながらピアノ弾くのはとても大事なことだと思います。なるべく短い時間で解析を、完了させるべきだと思っておりまして、さっき言っちゃいます、ピアノという音量で良いですね。後半始まりました。この左手の左手さんですね。でも2人いるんですね。要するにソーラソシドレレというバスさんと、シドレレミファファ、バリトンさんとバスさん2人合わせてね、というふうで、どんなことを喋ってるかというのは和声が教えてくれる。これはファソシレという G7 ス独属七の音として全体聞こえてくるということは、どんなお話ですか、いやもう話は始まってるから、その先どうなるのかな、はてなという半周詞という音楽性が見えるはずですね。これソプラノさんのヒロロロ、どんなどうなるのかなさんと、アルトさんにしようかな、そうですね、アルトさんのどんなお話なのかなという、まあ2人揃ってはてな、この2分音符の長さもよく気をつけて弾くといいと思います。音の長さはクラシック弾くときの、
クラシックの演奏の演奏が充実するための大事なコツだと思われます。だからこういう書き方をします。私このまあ今半周詞って書いちゃったけど、このレとファの音が長く伸びてぴったりここで音か休符と私は呼んでおります。ね、ここでぴったり音が離れる、これを狙うとピアノでハテナで、ここでぴったりで四部休符、四部休符以降、こうやって戻るわけですね。おっと一個大丈夫かな、一個やっぱりね、やっぱりね、これスタッカーといらない、今気づきました。同じ場所はこのスタッカーと駆け上る前のウィンゲンテンバー、こちらないですよね、あっちゃダメなんです。これレミファー、今までこのレファーの音が半周詞だっていうのは我々の頭によく残っているので、このレミファーレミファーハテナーという音楽性がレミファここで切れちゃうっていうのはお呼びがかかったではない、私ではない、失礼しました、放送事故。とにかくスタッカートで半周詞っていうのがピッなんか甘くなっちゃう、なんかあのスタッその後、まあ後のスタッカートに合わせたのか知りませんけど、ではなくて和声的な充実感という意味ではハテナでスタッカートっていうのはまた別物であると。やっぱスタッカートあるなしすごくこれ音楽性に深く関わるんです。そう、音歌給付の話をしながら四部給付、一回ちょっとあまり私自分で不満足な四部給付があったな。まあとにかく四部音符四部給付、こう音歌給付をこれ全部書き出すっていう勉強も、私はこれ私ちなみにですけどペダルなしで弾いております。ちょっとこのスラーがこう、ただスラー一瞬音が離れたって構わないとするとペダルなしでも一応弾けるは弾けるんです。小さいお子さんたちね、まだ足が届かない子もたくさんいると思う、ペダルなしでもでもクラシックいっぱい弾くことができるんです。するとこの、ね、一瞬音が離れるときにここで左手でちょっと音を保っていることで、この一瞬の間があまり気にならなかったりするという、わかります、左手はこれ反復音がありますから絶対離さないと次弾けないんです。だけど全部離しちゃうとちょっと心もとない、ちょっと怖いですよね、音がなくなっちゃうっていうのは。だから左手の四分音符が伸ばしてることで、ここギリギリ伸ばしてることで本当にの休符というのが聞こえないで、割と安心してメロディーが弾けるという、そういうコツがあります。そんなことで良いかな、寝ますし、ここでここは何小節目でしょう、18で両手がこう半個上に行くのと下に行くのとあるわけですね。246を書く必要が、いやまあ一応書き出してみましょう。左手にあるんです、この2音と4音ね、いよいよこの初めて3音のか、3度の加工が始まるという部分ですよね。レミファファクレッシェンドの音楽性を助ける意味で2音で、それで降りてきたシーレーのレの音に第2音があるよと、ちょっとこういうスラ頭、この246を頼ってみるとクレッシェンドが弾きやすいかもしれない。右手はシードレシーレーミファーレーだから第2音ですよね、これスラ頭ちょっと大事にしてレミファファー、両手で止まりましたね、ここで。ソシレファの半周詞で終わったよ。何なんだろう、このクレッシェンド。半周詞は別に収めなくていいんです。ファー、
第4音と第2音お話どうなるのかな、どうなるのかな、どうなるのかな、どうかな、どうかな、おっと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 戻る、もうあ戻る戻るという、そんな今下手な歌詞をつけてますが、そんな風に思いながら弾くのはいかがでしょうかね。あ、このアクセントもちょっと大きすぎるな。原点に書いてない。この通りです。書いてないですね。このね、アクセント書くほど強くしなくていいんでしょう。スフォルツァとのデクレッシェンド。まあ、ちっちゃいからアクセントに見えますけど、まあデクレッシェンドって言って良いでしょう。ラー、そう今言っちゃったから、このラーはドリンパソラー第6音だけど、ちょっとこれフラットがついてることで低い6の音。これ第6音は正確音っていうのを冒頭で私言ってますよね、割と。そうそうそう、このテーマが、ね、始まりが超3度でハッピーだよっていうところで単調の音も弾きましたよね。ここではリアルに単調系の音、セーモールから借用なんて、そんな言い方があるかもしれませんが、そんなね、ちょっと借用とか難しいこと言わないで、低い6の音、セーモールっぽい、モールっぽい音がしてるよ。不安感のある、ラのフラットと。で、不安感のあるハテナ。あ、そうですね。不安感でハテナ。こうやって音が終わって休符がある、半周しオクターブ下がって不安感のある6で、はてなはてなで、はてなだらけ、はてな、このアクセントの代わりにはてなの半周し、ね、この長い音の時にこう、この時にはてなを感じるのはどうかなと、しつこいけど勉強のために書きます。はてなはてなはてな、ね、スタッカーといらないよ、っと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 、そんな感じでいかがでしょう。はい、短いことは良きことかな。はい、7小節から12、13、14小節と全く同じで、再現部と言ってね、セナタ形式でしか再現部という言葉を使ってはならぬという厳しいご意見を私聞いたことありますが、まあいいんじゃないんですか。だって分かりやすいじゃないですか、再現部の和声が、事前のこの、ね、YouTube 動画前戻して復習して書いてください。これ見て解析終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。